モンコンボイファンクラブのお時間でーす。チョキピース。いやいや、書き消さないでよ。チョキピース。さあ、チョキピース、今日は何をやるかと言いますと、絶対入れんだよ。幼稚園なぞなぞ対決。なぞなぞというのもですね、前回無限大フェスというね、無限大ホールであったお祭りの中の一企画で、ガチンコクイズ対決というのでね、ありましたね。ケビンス出まして、で、ちょっと僕が、コンボイに圧勝しまして、はい、ちょっとコンボイにはクイズはまだなんじゃないかと思って、なぞなぞまで降りてきてもらいました。いや、誰がまだよ。クイズまだってなんだ。なんかルール分かってなかったもんな。いや、ルール分かってたよ、ちゃんと。変なタイミングで押しちゃったりとかしたけど。うん。なんか、その、まつわることとか言えばいいと思ってたもんな。まあ、その節はちょっとあったけど。問題文にまつわることとかね。うん。だからちょっと、なぞなぞ。いいね。なぞなぞはさすがに分かるでしょ。ああ。いや、めっちゃいいんじゃない？めっちゃいいの？めっちゃいいんじゃない？めっちゃいいんだ。ああ、なぞなぞだったら俺得意なんじゃない？あ、ほんと。わかんないけど。そこでちょっとね、まあ、結果は一緒だと思いますけども。はぁ？いや、なぞなぞだったらもうめっちゃ、マジャコンさん？いえ。マジャさん？マジャさんじゃない。マチャマチャさんじゃない。マジャさんでもマチャマチャさんじゃ、なぞなぞ。あ、すげえ。あ、懐かしい。懐かしいけど。やっぞ！はい、やっぞ！懐かしいけど。まあちょっとね、結果わかんないと思いますけども。いえ、変わるって。ちょっとね、なぞなぞだったらね。ここでまた、もう一度、今一度ボコボコにしようかと思います。まあ、ああいうのは頭の柔らかさだから、物理的にだよ。一回物理的に挟まないとダメ。はい、というわけで、はい、負けないぞ、絶対勝つぞ。チョキピース。チョキピース。じゃあ、5ポイント選手にする。ああ、いいね。ね、うん、OK、 よし。じゃあ5問か。頭柔らかい。5問で終わりか、この動画は。はぁ、あ、だから 5-0 で勝とうとしたい。いや、はぁ、あ、やっぞって言おうとしたいよ、俺。はぁ、あ、はぁ、あ、やっぞ。ボン、マイクボン。懐かしい。懐かしいね。うん、マイク入ってる状態で投げるから、ボンって音がしてね。そうそうそう、あれがいいんだよ。では、お願いします。はい。第1問。はい。はい、花束を2束と3束。うん、合わせると何束？はい、一束。正解。おいな、5束だろ。5束でしょ、梶本さん。それ5束ですよね。よっしゃ、どういうこと？1ポイント。いや、近い1ポイントの1ポイント。よっしゃ。いや、近く。どういうこと？どういうこと？なんで合わせるからでしょ。束には変わらんでしょ。ん？ 2束とだから何束を合わせたらもう1束にするじゃんか、花束なんだから。あ、見た目は確かに1つの花束だ。そうだよ。分かってなかったよ。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。おいおい、こんなの成立しねえじゃんか。一回お前走ってこい。走って頭回してこい。お前ダメだ。お前、うわ、もうなんだよ。そういうことね。成立しねえよ、いじめじゃん。やめて。いや、分かった分かった分かった、でも分かった。オッケー、傾向はつかめた。なるほどね。さらにポイント、頭が悪かった。1対0。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。全然1対0ね。全然いける。はい、0を強く言わないです。お願いします。第2問。はい。3メートルの鎖にライオンがつながれています。はい。そのライオンは何メートル先までの草を食べることができるでしょうか。3メートルの鎖に、3メートルの鎖にライオンがつながれています。いや、分かった。はい、はい、もうメートル制限なし、どこでも食べられる。手で持ってるかもしれないから、飼い主が、ライオンの飼い主が。違います。おい、見てもらえ。手で持ってるかもしれないから、飼い主が手で持ってるかもしれないから、手で持ってるかもしれないからって言ってたよ。どこでも食えるよ。違います。違った顔、違った時の顔、悲しい。この3メートルの鎖、もう一回文章いいですか。3メートルの鎖にライオンがつながれています。そのライオンは何メートル先までの草を食べることができるでしょうか。はい、ライオンは草を食べない。あー、正解。よっしゃー、2ポイント。イエーイ。
てたやつの顔見ないで、見てもらえよ。おいおい、これじゃいじめじゃん。うわうわ最悪。飼い主ふもって草食べ出してんだ。何やってんだお前。何やってんだお前って言われちゃうよ。なんでだよ。ライオン連れて草食べ出してたら。全然わかんなかった。ってマジで気づかなかった。はい、2対0。いやマジかよ。ポイント2対0でございます。第3問。はいはい、冷静に冷静。タクシー運転手が反対向きに道路を走っています。はい、それを見た警察官は何も言いませんでした、うん、なぜでしょう。はい、はい、あ、いいよ。よし、タクシー運転手さんは運転してたんじゃなくて乗客で、で、あの後ろ向いて座ってたから。違います。まあまあ、ね、まあまあまあ、反対向きに、はい、反対向きに、え、対向車線だからみたいな。違います。反対向きに、確かにね、対向車線、いいね。タクシー運転手が反対向き、もう一回いいですか。タクシー運転、分かった、バックしてたから。違います。やめてよ、やめてよ。バックしてたから。ブブー、やめてよ。もうないよ俺、もうない、これ以上。何ですか、タクシー運転手。タクシー運転手が反対向きに道路を走っています。うん、それを見た警察官は何も言いませんでした。なぜでしょう。反対向きに道路を走って、反対向きに道路を走って、反対向きに道路を走っている、反対向きに、どういうことだ。反対向きに、ヒント、はい、タクシー運転手です。うん、タクシー運転手が反対向きに道路を運転、走っていました。あ、はい。え、タクシー乗っていなかった。めちゃめちゃ惜しいです。めちゃめちゃ惜しい。あ、え、あ、はい、ランニングしてた。正解。おーよっしゃー。おいおい、もう俺のじゃんそれ。俺の取っただけじゃんそれ。いや違う違う、もう、いやそうじゃんか、発想発想、どこがよ。だって俺そういうつもりだったもん。だから乗っていなかっただけで、乗っていなかっただけで走ってたんでしょ。走ってたのを言葉にしないと、ちゃんと、うん、走ってたは文章に入ってるから。いや走ってたの言葉にしないと、ポイントでいい、ランニング。じゃあいいよ、あげるよ。これじゃいじめになっちゃうから。怖い、だからそれやめろ。いやだって今のは明らかにおこぼれだったからな。まあちゃんと言語化したから、俺が言語化ね、言語化専門の人ね。言語化専門の人っていいのか、喜んでいいのか。OKOKOK でもなるほど、だいぶもう掴んだ。よし、第4問。はい、はい、太郎くんと次郎くんは同じ日に生まれ、うん、同じ年齢の兄弟です。はい、うん、しかし双子ではありません。はぁ、なぜでしょう。はい、三つ子以上だから。よーし、いいぞいいぞいいぞ、きたきたきた。めっちゃムカつく今の。やったことあるわこいつ。いや違えよ。やってました。ちゃんとちゃんと、もう頭がもう2回目ね、ふわふわで覚えたやつ言っただけね。違う、頭がふわふわになってるから。次行こう。よし、22だこれ。以上、第5問。はい、みかん7個を10人で分けるにはどうしたらいいでしょう。みかん7個を、これ謎、みかん7個を10人に分けるにはどうしたらいいでしょう。2つずつに分けても14等分。みかんな、その数学、算数の問題みたいなことじゃないだろう。ええ、みかん7個を10人に分けるにはどうしたらいいでしょう。でもそんな、なんかまどろっこしい答えなことないんだよな、絶対に。多分ね、みかん7個を、ヒント、お、はい、ヒント1、分け方、うん、形は取りません。はい。え？みかんをジュースにして分ける。セーフ。おお、しよう。本当にいいぞ。さあ。まあ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 。しゃ、行こう。いいぞいいぞ。本当にいいぞ。今マジでくそ。本当にあったかく。
くなってきてるぞ。怖い。第6問。はい。剛くんのお父さんには5人の子供がいます。お父さん一郎、二郎、三郎、四郎、さて、はい、もう一人の名前は剛。うげー、そうなん、ちょ、だって言ってんの、剛くんのお父さんでさ、言ってんのにさ、あ、誰だろうとか考えちゃってる時点でおかしいよね。見ないで。おいおいおい、ちょっとでも早かったな今、ねえねえ、完全にやられた。ねえねえねえ、頭でさ、家系図を思い浮かべた、思い浮かべてないよね。剛くんのお父さんって言ってる、太郎くんとか二郎くんとか言って、剛くん言ってないんだもんね。剛くんって名前が出ちゃってんのにさ、でもそれが言えないんだよ。なんでだと思う？バカだからだよ。クソ MC、 クソ MC、 これクソ絶対勝つ。よっしゃ、何点なんだ。うわ、3対3ね。いいじゃん、いいじゃん、いい勝負だこれ。大丈夫、絶対大丈夫。はい、ここで終わります。第7問。はい、いい仕掛ける。リンゴとスイカとバナナを積んだトラックが、うん、カーブを曲がるときに何かを落としました、うん、一体何でしょう。これはだからスピードじゃん。正解、はい、ちょっと早えって、早えって、これまだ読み終わってないから。はい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 、はい、読み終わってないから。早かったかな。早かったよ、ちょっと。え、俺早かった。早かったよ。ごめん、くそー、ごめん。いや、俺は早いつもりなかったんだけど、あの、早かった。くそー、ごめん。絶対分かったって、これ、ちゃんと。ごめん、あの、ゆっくりでいいから。やめてくださいよ。大丈夫です、僕行けますって。リーチ、やばい。大丈夫、大丈夫。リーチ、おで、いいんだよ、ビズリーチみたいに。ビズないバージョンみたいに言わなきゃいいんだよ。来い、よし来い。いや大丈夫、絶対、はい、これ持ち込む。頑張れ頑張れ、最終決戦まで行け。よし、やばい、行け。第8問。お弟に2つあって妹に1つしかないものは何でしょう。弟に2つあって妹に1つしかない。はい、金玉じゃないもんな。ああ、これ1回休みです。いや、あーマジで。サービス精神お手つき。サービス精神お手つきあり。弟に、ちょっと待って。はい。あ、分かった。と。正解。来た。やば。よしよしよし。そうだ。弟と妹。分かってるよ。完全に勝った。これもう連チャンで俺決める。最後ね、これ4対4。うわ、最終戦までもつれ込んだよ。いいよ。おい。最終問題。はい。4対4でしょ。よし。決める。幼稚園、小学生、中学生、高校生、大学生、一番大きいのは。え、はい、幼稚園。なぜ。建物だから。正解。やばい、かわいそうにな。悔しかったよな。やめて。おい、謎謎こんなに好きなのにさ、やめてよ。おい、流すなこれを。消せ、こんなに頑張ったんだぞ。やめてよ。よっしゃー。ごめん、これ一個だけ聞きたいんだけど、なんで手を挙げなかったの。いや、分かんなかったから。分かんなかったんだ。幼稚園、小学生、中学生、高校生、大学生、人だもんね。人なのにさ、幼稚園、建物、いや、それいると思ったんだ。幼稚園より大きい人がいると思ったんだ。それはないぜー。おい、クソ MC、 お前ふざけんなマジで。クソというわけで、あー悔しい、引っ掛けなぞなぞ対決はケビンス2期の勝利でございます。ありがとうございます。さあ、運泥の D の方の方。いや、54だったから。54の4の方の方だから俺。 D 専門の。いや、泥専門じゃない。誰が D 専門。 D 担当、ケビンスの D 担当の。いやー、悔しい。面白い勝負にね、ちょっと僕のあのエンタメ精神で面白い勝負にさせてもらいましたけども。じゃあ手加減したってこと、4つ。またね、次回挑戦状あればぜひお受けしたいと思います。ありがとうございました。いや悔しい。いや、俺は全然分からんけどな、うん、悔しいのかどうかはちゃんと答えれば勝てたはずだから。絶対次は勝つぞ。ああ、
うん、